もちゃです。今日はあの人に会いたいシリーズということで、尊敬する江原弘泰プロに会いに来ました。はい、江原弘泰プロとは、もう中学校、まあ、小学校からの付き合い でもう一緒の高校でですね、まあ、実2年間共に練習をして、させてもらいました。で、大学に行ってからもちょいちょい練習はしてもらってたんですけども、僕は大学卒業するもう、直前の2014年の全日本選手権の時に江原プロにこうファミリーボックスに呼んでいただいてですね、でその時になんとあの杉田雄一プロを破って優勝するとい もうとてつもなく僕が尊敬の念を抱いている先輩なんですけど、はい、で今日はなんと江原プロとワンセットマッチができるということで、これから、まあ、昔を思い出してですね、頑張ってやっていきたいと思います。では江原プロ、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ということで06ともう完敗してしまいました。もう現役の頃から全然勝てないじゃなかったんですけど、まあまあまあ分かっていたんですけど完敗ということで、まあ本当に 1ゲームの中でももう40取ることがなかったので、本当にこう僕の調子云々というよりかはもうベースのレベルが全然違って、そこの完敗っていう感じかなと思います。原選手やってみて何かフィードバックあればいただけますでしょうか。そうですね、プレーをしている中で、はい、やっぱり僕が緩急を先につけていたっていうところに対して、はい、こうゴンちゃんが一定のリズムで打ってしまったっていうのがこういまいち良くなかったかなというところ で、 そうですね、はいはい、まあ、サーブなんかでももう少し速いサーブだったり、はいはい、キックサーブだったりっていうのを混ぜれたら、まあ、僕の方ももう少し嫌だったかなっていう、はい、結構いつも僕も動画で緩急緩急言ってるんですけどね。やっぱり江原選手相手だと緩急使うにも結構勇気がいるんですよね。例えば緩い球であったりとか、まあ、下手にアングルつけたら逆にアングル返しされるんじゃないかとか、その辺のもう少しこう勇気を持って緩急をつけるっていうことが、まあ、できてればもう何ポイントか取れてたのかなとは、取れてたら良かったなと思います。次回以降の動画で、試合の決定解説編とですね、あと江原選手のこうプレーにこうもう少し迫った形で江原選手の得意技をこう教えてもらうような回も、予定しておりますので、ぜひ、楽しみに待っていてください。ということで、まあ、試合自体は完敗してしまったんですけれども、また江原選手、今後試合は年始にまた、そうですね、チャレンジ海外の方で出られるということで、またチャンネルの方でもお会いさせていただければと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。